スランプになった時、これだけは絶対にやらないでください。こんにちは、アキラです。ということで、今回の動画は、生配信の切り抜き動画になるんですけど、今回は生配信中にリスナーさんから、スランプの脱出方法を聞かれましたので、今回は僕なりの、スランプになった時に絶対やっちゃダメな行動と、スランプの脱出方法を紹介させていただきました。この動画を最後まで見ないと、もしあなたがスランプに陥ってる時、ずっとスランプ状態が続き、フォートナイトを楽しめなくなってしまいます。今スランプに陥ってる方や、スランプの脱出方法が知りたい方は、この動画を絶対に最後まで見ていってください。そして普段僕のチャンネルでは、フォートナイト中級者の方向けに上達動画をたくさん上げてます。こういった情報をもっと取っていきたい方は、チャンネル登録と通知音お願いします。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。みんな正月は何するんだい？ゲーム？実家帰る？おばあちゃん家行く？勉強する？エイペックスする？フォートナイトする？ちょっと待って、ちょっととりあえず1キロ欲しい。1キロくれ俺に。ちょっと待って、キャラコン下手すぎ。うわ、出た出た、ロケットランチワン。悪いが潰させてもらおう。まあ俺と同じマッチになったっていうのが運のつきやな。あ、嘘です。俺の命が尽きるとかやった。危ね危ね、生きらん方がいい、生きらん方がいい。このゲーム、ファイヤー。これがロケットランチャーの使い方。待って、やばい、待って、やばすぎ。プリエディットをしっかり働いてくれるけど、働きすぎ、プリちゃん。待ってよ、プリちゃんがいかん。見えてるぜ、お前のポジショニング。ちょっと待って、マジやばい、俺壁の才能ない、壁置く才能ないぞ。はい、グダグダモングラルクラシック。てかマジで誰かハンマーくれん？あ、来た。僕の割と大好きな武器シリーズランキング第58位、メカニカルショックボーイ、ウェーブボー。だいぶ順位低い。低かったんや。そこは突っ込まん約束やん。よし、俺の耳はごまかせないぜ。よし、じゃあちょっとスランプについて話していこうかな。まあ、今回ね、まあその配信の序盤の方にスランプの脱出方法みたいなことを教えてほしいって言われたんで、まあ、スランプの脱出方法とスランプ中に絶対やっちゃダメなことをちょっと話していこうとは思うんですけど、まあ結局スランプ中に
絶対やっちゃダメなことっていうのは、ゲームをね、なんかもう楽しむことをやめるっていうのが結構一番まずいと思っとって。やっぱフォータイトってどこまで行ってもゲームじゃないですか。楽しいって感じる時こそ、やっぱ上手くなれるっていう風に感じておりまして、逆に楽しくないな、このゲームもう無理だ、もう俺才能ないわっていう風になっちゃった時って、全然上手くなれんわけよね。でけん、もしね、いやお前 AM やばすぎるって、さすがに俺動画撮影中やってマジやめてもらえない。そう、楽しくてね始めたものなのに、いつまにかゲームが上手くなりたいっていう気持ちが強すぎて、上手くなるっていう部分から、なんかちょっと待って、何これ、そこは俺のでした。上手くなりたいっていう気持ちとかよりも、最初ってゲームって楽しいけん始めたもんと思っちゃうね。だけどなんかその気持ちを忘れて、上手くならないと上手くならないとって、なんか自分を追い込み始めてフォートナイトやってしまうと本当に上手くなれないので、大前提ね、上手くなりたいっていう気持ちも大事だけど、本当にスランプにはまった時っていうのはね、一回ゲームを楽しむっていう気持ちを思い出すってことも大事かなと思います。なんで例えばね、もう今ストイックに、まあなんかソロアリーナとか、例えばもうクレの建築バトルもほんと回しまくるとか、そんな感じのことをしてたり、練習マップをやりまくるみたいなことをしてる人っていうのは、一回そういうのやめて、フレンドさんとデュオとかトリオをね、もうまったりと回してみるとか、そういうことをやっていくと非常に上手くなりやすいかなっていうふうな思いますので、もしね、今ちょっとスランプでしんどいなって思う人は、楽しむってことにね、視点を当ててみてほしいなと思います。なんでも自分を追い込むってことは絶対やっちゃダメやね。でもそうは言ってもね、楽しむだけじゃゲームって上手くなれんと思うけん、まあ、具体的にどういう風にしたらね、スランプをね脱出できるのかっていうのもちょっと軽く話しておこうとは思うんですけど、スランプ脱出するときっていうのは、自分の弱点を調べるっていうことが結構大事になっとって、まず自分の弱点を調べるんよ。例えばまあショットガイムが悪いんやったらショットガイムが悪い、編集がめちゃくちゃ下っちゃうんやったら編集を鍛えるとか、なんかそういう自分なりの課題ってたくさんあったりすると思っちゃう。上からの被弾をめっちゃ食らってしまうとか、なんかそういうの一回探して、それをね一個一個クリアしていくっていうのが結構大事になってくるかなと思います。なので本当分かりやすい例で言うと、ショットガイムが悪いんだったらショットガンのエイム練習をひたすらやりまくるとかで、その弱点が1個改善されたら、また次のね弱点を改善しに、別の練習をするみたいなことをしてあげると、自分の弱点が1個ずつなくなって、まあ、スランプは解消できるかなというふうに思いますので、まあ、ゲームを楽しみながらも上手くなりたいって人は、まず自分の弱点を見つけて、それをね1個1個改善するってことをやってみてはいかがでしょうかというのが私の考えでございまする。おう、うますぎナイスー。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、通知をお願いします。